福井洞窟長崎県内の一福井洞窟の前景。中央に稲荷神社の本殿が立つ。福井洞窟は長崎県佐世保市吉井町にある後期、旧石器時代から縄文時代早々期の遺跡である。国の史跡。佐々川支流の福井川に面し、西向きに開いた間口12メートル、奥行き6メートル、高さ3メートルの岩陰状のホラー投げ。 標高80メートル、稲荷神社の境内に位置する。地元の郷土市や松瀬純一が稲荷神社の改修工事の際に石器を発見して遺跡の存在を広めた。昭和35年から39年にかけて、芹沢長介らが3回にわたり発掘調査した。ただし、稲荷神社の本殿直下は未調査のため全貌は明らかになっていない。 平成24年2月より50年ぶりに本格的な発掘調査が行われる予定である。日本最古と、おぼしき宣告のある天石も見つかっている。7層の異物方眼層が確認されている。第1層、石属と、押し形分土器、縄文時代層器。第2層、船底型の採石角と採石人。爪型分土器第3層、船底型の採石角と採石人。 竜気線分土器第4層、半円水系の採石角と採石人、片面調整円形石器、戦闘機、第7層、黒曜石の小石角と小石人第9層、サヌカイトの石角と、翼系白片第15層、サヌカイトの大型石器と葉型白片。C14 年代測定法では、3万5000年以上、前と推定。これまで土器は、縄文時代創創期が、 最古のものだった。福井第2から4層の土器は日本で初めて発掘された旧石器時代の土器である。これを機に土器製造の歴史を遡る調査研究が盛んになった。また、第2から7層で多種多様な採石核が出土したことから日本全土で旧石器時代末期に流行した採石器の製造法の変遷が確認された。 福井の採石核を基準として採石器の変年が可能となった。第7層で初めて黒曜石の使用が始まり、サヌカイトの使用は急激に衰えるが、これは松浦市星河半島の無田、伊万里市の腰だけ、佐世保市の淀姫とハリオ島、川棚の大崎半島などの黒曜石産地の発見、交流の成果と見られている。ありがとうございます。